ゆるきるジャッジメントスタートです。はい、行きます。お、よいしょ、じゃあスタートですね。はいっと、まあまずノーマルなんで、イージーよりもちろん難しいんですけど、そんなに難しくないんですけど、ポイントポイントで難しいところがあるんで、特にそういうところでこういうすれば簡単ですよっていうふうなのがお見せできればなと思ってるんですが、すごい、やっぱり今日の懸念は加齢によるボンミスあと老眼確かにちょっと画面遠いですもんね。そう、そういうものが自分の理想と現実がかけ離れてしまってるっていうところが悲しいながらあるんで、これがね、どうなるのかねっていうまあ、とりあえず普通にこうパワーアップしていきます。で、この、もうすぐ出るんですけど、玉消しのショットがあって、それはアウトバーストショットっていうんですけど、それをメインでこう使っていくのが攻略でもあり、稼ぎのポイントでもあると。で、玉を消すと、先ほど梅田さんおっしゃられた通り、倍率がかかっていくんですよね、点数に、コンボ表示みたいなのが左上に出て、でそこで敵を倒すと敵のこう、点数に倍率がどんどんかかっていくと。そういうのを、意識するとスコアがどんどん上がっていく、はい、でもう一個はボスを早く倒すと、最後の最後にボスの、クリアボーナスのところでボスタイマーボーナスというのがあって、それが、結構な得点なので、はい、それを、早めに倒すことが、まあ、一応、スコアの秘訣なんですけど、まあ、結局その早めに倒すのか、そのコンボを使ってどんどん稼いでいくのか、そこのバランスっていうのはみんなで悩んでいただくような感じかなと、そういうゲーム戦になってますね、はい、だから正解はなかなかないと思うんですけどね、はい、そこをみんなで楽しんでもらおうかなというふうに思ってます、はい、結果なんとか言いながら若干ゲージが少ないんですよね左下にあるゲージが 100になればどん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 使っていけるんですよね。今45とかになってるんですけど、なんかデカ技を出せるゲージですよね、はい、であれが多ければ多いほど、そのアウトバーストショットって言われてる玉消しの武器がより多く使えるんですけど、まあ、だから道中はこういう形でこうどん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 回収していってゲージを貯めていきましょうねっていうフェーズになってますね。なんか一番なんか効率よく貯められてここで何割とかってどんどんあるんですか、そういうのは。そうですね、まあ特に一番効率のいい場所みたいなのがあるんですけど、はいはいはい、それをやりすぎると今度はゲージがゼロになっちゃうんで、結局はじゃあそこの塩梅をどうするかみたいなのが駆け引きというか、今みたいにこういう感じでこうどん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 使っていくとこう倍率が入っていって、あ、そうか、はい、でこれ点数 2.2 倍とか、あ、本当だ、まあ、こういう感じで稼いでいく、ビンコ、これビンコですね、これがワンナーアップです。これも必ず取ってください、うん、必ず取ります。ワンナーアップですし、ボーナス得点にもなるんで、結構こういうゲームって効率重視になっちゃうのかなって、スコアをアップするってなると、まあ究極そうなのかなと思うんですけどね、うん、でもまあ楽しんでやってもらえる分には、まずはクリアを目指すってことで、安全に弾を消しながらクリアすると。じゃあステージ1の1の中ボス、ボスですかね、はい、飛行形態来ました。僕はそれほど稼ぐポイントなくはないんですけど、まあ普通に倒してもらって、なるべく早く倒す、先ほど言った内容でどん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 倒してもらう方がいいんですが、一応欲を言うと弾を巻き込んでちょっと倍率をかけたいところなんですけど、これがヘルだと弾がいっぱい出るんですけど、ノーマルだと弾がほとんど出ないんで、まあ倍率をかける意味がないから、もう速攻で倒しちゃった方が多分得点は高いと思います。なるほど、面白い。で次の第2段階、これは、ポイントがちょっとあります。下に下がってくるんですけど、ここの攻撃がこう下から弾が出すんですけど、これを巻き込んで点数を上げます。そうか、それ以外今攻撃手段がないから、はい、でこうすると倍率、あ、まあ、失敗してる、あ、コンボが途切れてる。おー、あそこで5倍ぐらいのコンボでどうだって言いたかったんだけど失敗しましたね。まあ、ちょっと途切れちゃうと元の数字に戻ってますから、あそこで点数稼ぎをします、はい、弾を後ろから撃たれてるんですけど、でもその弾消しちゃってボスを総止めさすと高得点になります。こうなるとこういう感じで今弾出てるんですが、これも第3段階、これもちゃんと巻き込んで倒してあげると高得点になるんですけど、どうしようかな、もうちょっと稼ぐか、
ちょっとゲージがね、本当はあれ早めに倒した方がいいです。今ちょっと遊びました、はい、すいません、うん、まあ、とりあえず1の1はこんな感じの緩い感じなんで、はい、でもこれでたまにこうボンミスするんですよね。うーん、怖いですね。まあ、ここはそんなに難しくないので、はい、まあ、さっきの稼ぎを実行してもらえればなというふうに思います。あそこはアタックモードはこういう形であのストーリーが入らないので、シューティングのみに集中できます。途中のデモが入らないですよね。いや、映像綺麗ですね、本当に。ありがとうございます。音楽もいいんですよ。モンスターハンターシリーズの小宮山さんが作ってて、舞台も音楽良かったですもんね。いや、めちゃめちゃ素敵でしたね、本当に。なんか音楽によりこっちもよりこう気持ちが、ね、高まってきましたしね。いいですね、素敵だと言いながらちょっと地味な稼ぎをしてましたけど。あでここはちょっとノーマルだと稼ぎづらいんで、もう普通に倒しちゃってどんどん前に進んで、でゲージを貯めると、はい、これが減るだと弾が多く出るんで、まあ、巻き込んで細かく稼いだ方が多分スコアアタック的には有利かなと思います。とりあえずスコアとか関係なく、このアウトバーストショットっていうのを結構便利に使ってもらうと、本当にこのゲーム難易度がぐっと下がるんで、弾幕っていうふうに言われ方というはするんですけど、弾を消すことが、まあ、結構もう攻略のポイントになってくる。あ、これ言える、ピンコが、あー、ピンコ来たー、ピンコ、あ、なんだ、隠しピンコ、ピンコが。さん、弾を消すってよくおっしゃいますよね。やっぱそこがポイントなんですか。そうですね、弾を消すことでもう生き残りやすくなるし、そもそもボーナスも入るし、一石二鳥です、ね、だから稼ぎプレイだけじゃなくて、あの普通にクリアしたいっていう人でも全然重要な要素ですね、はい、あ、すごい優等生なこと言ってるな、これ。だからまあ危なくなくても本当にこんな感じでバーッと使っちゃって全然いいかな。まあ、使いすぎるとあのゼロになっちゃうゲージが。まあそこは注意しながらではあるんですけどね。でこの次のもうすぐボスが出てくるんですけど、多分初心者の難関のボスになると思います。これが特に第3段階と言われている3つ目の段階がすごく強いので、それを封殺する方法をなんとかお見せしたいなと思うんですけど、ボンミスも出やすいので祈ってください。正面から来るやつがあるんで、こいつはちゃんと確実に避けてください。で本当のあれもあの弾を巻き込むとこのボーナスも入るんですけど、ちょっと第3段階の封殺を見せたいんで、あえて普通に倒します。ゲージを貯めたいので、はい、これでゲージが 80% ぐらいまでいくかな。よし、で第2段階もちょっと癖があります、ミサイルが前から出てくるんで壊しながら、ミスったボンミス達成。今やーべー、一気落ちた。で第3段階で弾を消しまくってくださいね、ボーナスめちゃめちゃ入りますよってことを言いたかったんですけど、ゲージが足りてないので多分死ぬ。ゲージがないと弾が消せないんですよね、うん、そうっすね、うん。でここの第3段階が非常に難しくて避けづらいんですが、おお、この真ん中、真ん中、この真ん中に入って頑張ってショットを打って、あーダメだ、そう、あれでゲージが足りなかったですね。あれがまた、なんとか、だからあれがすごく難しいんで、真ん中にへばって、あの弾を消して倍率かけてクリアっていうのがフィニッシュムーブですね。はい、であのゲージがなかったらやっぱあんな感じでこう弾避けないといけないんで、すごく辛い形になります。まあイージーだったらね、全然あんな弾出ないんですけど、うん、まあ、ノーマル以降ぐらいかな、ね、はい、うんうんうん、さあ3面目です。ここもミスがないように近いんですけど、ワ
ープして出てくるこのいっぱい弾出すやつはちょっと危ないんでアウトバーストで消した方がいいですね、はい、ぐるぐるってスプリンクラーみたいな弾回ってくるのであれ危ないです。ここ3つ目のユニキを入れてきました。ただこれ取りに行くの結構邪魔なんですよね。で流れていっちゃうんでゆっくり登場するときちゃんと喋ってくれるとなんか見つけやすいですね、はい、いるきるって言ってちょっと大きめのボリュームで喋ってくれます。でここもアウトバーストで弾を消しながら倍率かけて点数稼ぐと。あそこ使いどころですね、うん、なるほど。中型的の点数が高いので弾もいっぱい出るのでアウトバーストショットをもうずっと打ちっぱなしにすると。でボスです。勉強なるわ作り手ですよシューティングパートはほぼマリアに任せきりだからボスです。見てる気がするこれはよく見ます、ね、うん、めっちゃ見ます。まず第1段階は真正面、右手左手と交互にこう弾を打ってくるんで、まあ普通に避けながら、まあ、安全地帯、うんうんうん、スコアアタックの場合は もっとこう踏み込んでこの本体の真ん中に行って、うんうん、どんどん早く倒していかないといけないんですけど、まあ危ないんで、例えば今と自分ボンミスするんでちょっと安全でいきます。おお、炸裂弾危ないんで、危ないと思ったらアウトバーストで一発ポーンと打って、うんうんうん、あいつこの嫌いを消しちゃうのが一番です、ね、あ、はいはい、そうするとばらまかれないんで。なるほど、なるほど。危なかった今ボンミスするとこでしたよ。で第2段階、うん、これは弾が出ないソードの攻撃なので、本当ここはもう全然稼げないんで、全く稼ぎの意識をしなくていいです。残像が結構残るんですよね、これ。そうそうそう、結構あれがミスの一つですね自分もぼーっとしてるとやられる時があります。で、左右のこのフォロー、あれ、あ、なるほど、フォローファンネル、あれ、名前が出る。まあ、ただ左右の手の効率を、心ファンネルを壊せば次の段階に行きますので、まあ、安全に行きましょう。でスコアタの場合は本当ここを最速でいかに倒せるかが多分コツになってくるかなと思って、いかに打ち込むかっていうのが。よし、壊した。壊した。ここで壊したかったな。はい、壊します。で、ここからちょっと弾幕になってきますが、コツはないないないこの機体だと玉消ししづらいんですよね、ここの玉に関しては。なのでもう自力で避けましょう。で一応こうちょんちょんってこう置きながらこう玉を少しでも消すとちょっと安全になります。こういう感じでちょんちょんちょんって感じでこうちょっとバリアっぽく置くことで、
ちょっと地味に稼いではいるんですけど。これ出てるかな。2.1 倍ですね。まあそれぐらいですね。ヘルだったらあれが5倍ぐらいだと思います。で最後は最終形態ですね。これはもうガチ余計なので、うん、頑張りましょうって感じです。これね。おすごい。あ大変そう。ただまあノーマルなんで全然避けれます。これでノーマル。すごいな。ノーマルだとあのもっとひどいです。あのヘルだともっとひどいです。まあ一応クリアだけということで。すごい。素晴らしい。まあ、これで一応ノーマルのステージ1クリアということで。まあ多分そんなに稼いでないで標準的な点数かなと思います。ありがとうございます。アウトバーストを使うと使わないと多分100万点ぐらい違ってくると思います。そんな違うんですね。いやということでまず第一週ですね丸山さんお疲れ様でした。ありがとうございます。